はい、ウェブカメラから動画を録画というページに移動したら、この表示になると思いますが、ここで許可というのをクリックします。1回クリックしてもダメな場合は2回とかね、3回クリックするとうまくいくかもしれません。で、クリックすると、通常はこんな風にね、カメラの映像が表示されるはずなんですが、これでうまくいかない場合は、まずここを確認してみてください。ここにね、カメラのアイコンがあります。ここの横のところをこうやってね、マウスでポイントすると、この中でいくつか選択肢が出てくる場合があります。出てこない場合もあるけどね。そしたら、この選択肢をね、いろいろ変えてみてください。そうすると表示が変わります。例えば、これクリックするとこんな感じ。これは、ちょっとね、デスクトップの画面を、録画する特別なソフトを使って表示している画面ですね。それで、普通のね、カメラの場合はこっち。これでまた顔が映ったりしますね。それでもダメな場合には、今度は、この画面のね、この辺り、右クリックすると、こうやってメニューが出てきます。そして、このメニューの設定のところをクリックすると、フラッシュの設定が出てくるんですが、例えば、そうね、このカメラのアイコン、一番右の方にあるこのアイコンをクリックすると、こうなります。カメラってね、出てきて。で、ここでも同じように、いくつか選択肢がある場合があります。1個しかない場合もあるけどね。で、この選択をちゃんとね、こうやってやって、閉じるってやると、ここがね、うまく表示できる場合もあります。あるいはもう一回ね、ちょっと設定を見て、今度は、このマイクファイルで、これは何だろうな。プライバシーか。で、こっち、一番左のアイコン、タブをクリックすると、ここはディスプレイの設定になってて、ハードウェアアクセラレーションを有効化っていうのがあるので、このチェックを入れたり外したりしてみてください。このチェック外すと、ハードウェアアクセラレーションが無効化されます。あんま変わんないけどね、私のパソコンの場合は。この部分をね、入れたり外したりしてみるとうまく表示できる場合もあります。そんな感じで、ちょっとね、いくつか設定を、確認してみてください。それでもダメな場合はまたコメントください。ではまた。